木場さん、はい、いろんな準備を徳島もしてきたと思うんですけども、はい、その中で今日の FC 東京のスターティングメンバー見たときは驚いたでしょうね。徳島にとってはシーズンの再開、このリーグの改めてのスタートを告げる笛が吹かれました。3週間ぶりのこのホームでのゲームになります。今日は当然対面になるのが小川ですからね。そうですね、岸本もかなり気合が入っているとおっと、これ高い位置で取って田川前に出る、さあ前空いているがキーパーをかわしてシュート決まった。早くも襲いかかりました田川のスピード。前半5分 FC 東京先制、悔しさを晴らす先制ラン、すがすがしい笑顔です。いきなり来ましたね、かわしてしっかりと流し込みましたね。まあ、ここもしっかりとこう距離感近く入っていることでボール奪い来ることができましたし、はい、まあ、シュートもゴールになればいいですよね。そうですね、まあ、自分ができるんだというところもね、まあ、今日は見せたいゲームだと思いますし、まあ、結果で示しましたね。さあスッと抜けて三田のシュート、ここは上福本防いだ、左で受けて永井、永井も狙ってくる、ゴールに向かう軌道浮かせてくる、カカがヘディング、もう一度入れ直す、シュートを狙ってきた枠の上、最後シュートは田川でした。あとワンプレー見そうですね。そうですね、グッと伸びてきて宮でカカの頭の上越えていきました。このクリアを見た瞬間に今笛が吹かれています。まあ、ボランチですよね。あ、下がりましたか。アイワウトダブルボランチっていうところですかね。両チームともにハーフタイムで交代カード1枚を切って迎えるこの後半のスタートです。上福本が前、杉森にもらいに降りてきます。拾って田川、田川グッといく、まだ行く田川、シュートモーションに入って今打った、わずかに右ですけどもね、長いボールが入ってあそこ奪い切って田川がこう真ん中に進入してきましたけどもね、はい、まあ、時の左足少しこう内に入ってしまったので、まあ、フィットしなかったですけども、レアンドロ2人で挟んで奪った、渡井のクロスかきた、なんとかしのいだ蓮川の守備です。いや、いいボールでしたけどもね、苦しい展開が続いていました。ジエゴが来ました。今までフリーキックを蹴ったのは見たことないんですが、そうですね、まあ、逆を突いてきたような、はい、ジエゴの左足、徳島のサポーター、少し距離ありますし、緩まった感じはありますよね。渡井から岩を抜けていって宮代収めてシュート、うん、ディフェンダーに当たって軌道が変わりましたが、これは枠の上、最後足を伸ばしたのは森重でした。かなり今徳島いい流れ掴んでますからね。はい、そうですね。あ、いいボール、さあ縦に入って杉森に足元収まったシュート、よく手が伸びました旗の捉えてましたよね。そうですね、まあ、杉森もいいタイミングで岡崎の裏を取ったんですけども、はい、前線に送っていきます。ここで旗野が前に出る、そして今笛が吹かれました。 FC 東京中断明け連勝スタートになりました。